ジャンク今週気付いたこと。 今、体罰のことがすごい問題になってるじゃないですか。で、まあ、体罰をなくすのは大賛成なんですよ。で、まあ、あのー、特にこう、運動部の体罰、しごきみたいなものって、もともと持論として、しごきがあった方が伸びる子ってのもいるんだろうけど、しごきのせいでダメになっちゃう子っていうのも、まあ、ほぼ同等に同じぐらいの率でいると思うから、 結局こう体罰とかしごきをやめても、結果はそんなに変わらない上に、より自己管理ができる子の方が伸びるっていう、なんつうのかな。その子の、その子自身の能力が高くて伸びていく、その子自身の能力が低くて落ちていくっていう意味では、体罰がない方が、まあいいんだろうなっていう。で、それでも体罰が、 えー、じゃあ体罰な、なくして、どういうふうに、スポーツの成績を伸ばしていけばいいんだ、みたいな意見もあるじゃないですか。そうすると今度、無知と飴、でこう、飴のものを作っていくしかない。で、結果、悪ふざけじゃなくてね、もう響きが、俺,俺のいつもの行動から悪ふざけ、響きか悪ふざけになると思うんだけど、 悪ふざけに結構マジで考えるとこで、おっぱいバレーみたいなことになってくのかなみたいな。だって結局、今までその罰で伸ばすっていうやり方をやってきちゃって、罰はなくりま、なくなりました。何もありませんっていうことよりは、ねえ、結構真面目におっぱいって言われると困る、困るでしょう。ね。じゃあ、この辺で。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ地から あとそうですねそういう時事の話で言うと「偉人言うの言わないの」みたいな感じでずっといられても困りますからあのー丸坊主女だてらに丸坊主瀬戸内寂聴先生が長い髪を切ってですよ <laughs> 丸坊主になったっていうまあ話なんですけどねあのーまあ一つ 僕の悪ふざけんの王が最初に考えたことはアイコニック立場ねえなっていう <laughs> <laughs> ねまあそれは置いておきました面白い現象だなって思うのはねあの何、ー、すったか恋愛してもいいじゃないかってかばう人がすごいいっぱいいるじゃないか 恋愛してもいいし丸坊主だからなんなくてもいいじゃないかっていう人がいっぱいいるなと思って恋愛したことけしからんっていう人あんまいないなと思ってで特にその辺が俺秋元康は何がうまいかっていうと何つったらいいのかなアクシデントが起きた時のこう上手な収め方っていうか 上手に炎上させながら結束を固めるみたいのがすごいうまいと思うのだってああいう感じにやられちゃうとむしろファンの人達の方がだって変な話だけどファンの人と本人以外に全く関係ない話じゃんねそのえっ、ー、と峯岸さんっていう人がえっとえっとゃったことも それに対してどういうふうなお詫びの仕方をするっていうのも別に峯岸さんは世間に詫びてるわけじゃないもんねファンの人に対して詫びてたりとかあとまあもしかしたらその同僚の人たちに詫びてることであってその外の人とかがなんかそのエキサイトすることでもないじゃんかだからファンの人がよきゃそれでいいことででもよりそうじゃないただごと感を演出すると ファンの人の中に裏切られたっていう人の量よりもみんな責めんじゃねえよっていう実際こう裏切られたとするならばよ裏切られたとするならばファンの人たちが裏切られてるはずなのにもう全然そうじゃないもんファンの人たちが守ってるでしょ彼女は十分にその女の命の。 黒髪を切ってまで詫びたっていうことかえ恋愛なんかえ年頃の女の子ならえ誰でもするみたいなことでファンの人がもうがっかりした許せないみたいな声なんて聞こえてこないから本来何にもなくていいことだと思うそれ以上騒がなくていいのにそこがうまいっていうかなんか最初は。 いろんなこう揉め事が起こるたびにその揉め事すらも秋元康が演出してるんじゃないかってちょっと思ったんだけどそうではなくてあの人多分揉め事が起きた時に燃えるんだと思うんだよねあのラジオの生放送とかもなんかアクシデントが起こるとちょっと燃えるみたいなところがあってもうなんか機材壊れちゃったみたいな時あるんじゃない機材壊れちゃった時とかの なんかそのこっちの悪ふざけ度合いみたいな、もうその時にミキサーの岡部さんなんかはもうパニックっちゃってるんだけど、なんかあのかけた CD がえええええってなっちゃってる時ののいつも冷静なだけにそのパニックってる感じとか大ごとだったりとか、プロデューサー・ディレクターの池田はあの始末書書かされんじゃねえかみたいになってる時ほど。 上手に面白く収めたら俺の手柄なんじゃねえかみたいな感じなんだけどあそこが燃えるんだろもともとの図面は書いてないけど何かこうもめ事があった時の何ていうんですかね上手にその揉め事をいい感じにこう焚きつけて。 でで収めるでその焚きついててる最中にそこまでしたらあの子かわいそうじゃんみたいなことをうまく煽るのがうまくてそれがなんかこう最近の秋元康大先生の。 一番のスキルなんじゃねえかと。もち、もともと仕掛け方とかも、その、まあ、その作詞の能力とかも、まあ、高いんだと思うんですけど、今、秋元康がうまいのは、その感じだよね。あのー、火事だ、火事だーいっていうのを、すごい大きい声で言うんだよね、みんなに。でいて、朝のワイドショーとかのトップにするところと、そのトップにすることで、知らなかった人にまでカ事を知らせて、 だって今回、海外にまで知らせてるからね、で海外にまで知らせて、それでそんなに騒いじゃかわいそうじゃないかっていう人が出てくる、この感じ、だから、すごいね、あいつは、<laughs> あいつはすごいねっていうのが一個と、なんか、当事者と、それはファンまでが当事者で、それ以外は。 巻き込まれ損だねっていうね巻き込まれ損っていうかどうなのみたいな構えい方もだんだん変になってくるから恋愛しないで恋愛の歌が歌えますかみたいなこと言うけど別にそれってさ上等句でみんな言うんだけどさ大体いい、えー、劇団のあの古、ー、株がさ入ってきたさ女の子口説くの必ずこれなんだけどさあのー 別に殺人犯じゃなくてもあのー、殺人犯の役はできるし毒クマムシさんが地球防衛軍にいたわけだから、ね、そういう意味で言えば <laughs> そこはあんま関係ないと思うんだよ、あとはもっと言うと,この、えー、とそれ人権侵害だからみたいな人出てくるんじゃないかなんかこれ例えのいいのは全然浮かばないんだけどさ。 お相撲さんにさ過度なカロリーを与え続けることってのが人権侵害かどうかっていう,こうところね本人だってお相撲さんになったからにはこういうことをその体がでかいっていうことは有利に働くんだからって分かってた上でいっぱい食えっつって、ね、でもう結構腹いっぱいなんですけどって言ってもいやもっと食った方がいいよっていうのが人権侵害なのかどうかよく分かんねえなみたいなところとかちょっとあって。 で、結果俺もこれで7分ぐらい喋ってるでしょね。クソだよね。<laughs> その巻き込まれ度合いのクソさね。だけどなんかこう、あいつ言わねえのかなみたいのも嫌だなと思って。えー、電気グループ。えー、27日リリースニューアルバム人間と動物より。ザ・ビッグ・シャツ。また沖縄行くんすよ。 で、沖縄のプロ野球キャンプを見ていくんですけど、で、まあ、いつもメインはチャタンってとこでやってる中日ドラゴンズのキャンプと、それからあと、ナゴっていうとこで、ここが難しいんだけど、ナゴっていうところでやってる、えー、北海道日本ハムファイターズのキャンプが、まあ、俺のもう脈々と、もう昔から見に行く、と一番好きな、一番注目してるキャンプだったんだけど、何年か前から、さらに、えー、 上の方行った、国神村っていうところでやってる、日ハムの二軍キャンプっていうのがまあ好きになりまして、で、もう何がいいっつっても、なんつったらいいのかなえー、この世とは思えないような時が流れてるわけです。 何にもないんだから。何にもない真ん中に、一応普通の、プロ野球選手が使うって感じのしない、普通のこう市民球場みたいのがあって、で、最寄りのバス停みたいなところは、バス、まあ、正確な話やったけど、3、4時間に1本ぐらいしかバスがないわけ。だから一回行くと、3、4時間はもう帰れないわけ。俺車の免許がないから。で、そこ行ってさ、で、ま、あその、ざわはな、本当の自然のざわは、 エスパール号の中のじゃないやつだよ。ね、あの、やべえって、もう、ね、帰りの電車賃まで入れちゃったの。あれは、もういろんな除外バカよりばのあたりでも吹くから、なんとも言えないんだけど、そうじゃない、あのー、えっ、ー、と、おぎやはぎの片方の、えー、奥さんの、えー、兄弟のお母さんの,の人みたいな人だっけ。その人の、奥さんの、 奥さんの兄弟のお母さんとおかしいよね、どうやってもね。それって直で、わざと、わざとト回マしてるだろ、お前。本当にね。ま、その、その感じ。なんかその、あの、佐藤君かなんか知んねえけど、そういうのが風に揺れてる中に、その怪我明けの選手とか、あと一軍のレベルに達してない選手たちの、こう、淡々とした、こう、得打ちとかノックの音が聞こえてて、それを、まあ、薄ぼんやりしな、薄ぼんやりと。 もう、めつに、こう、ええー、と、本当に仮説みたいな、えー、観客席。内野の端っことネットぐら,いぐらいしかない観客席。誰もいない観客席に一人座って。もうなんだろうね。あの、もともとスライムだったやつが少し溶けてバブルスライムみたいになってる。<laughs> 俺の贅肉横に広がっちゃってるみたいな、引力に負けて広がっちゃうぐらい、何の緊張感もないところに、もうなんか、ぼんやりしちゃってて、そのざわざわ、カコーン、カコーン。 カコーン、カコーンって言ってるだけで、いけで次のバス乗り過ごしちゃったみたいな、4時間経っちゃってんじゃん、<laughs> みたいのが俺の、そのす、すごい空間なんだけど、例のあの、大谷選手が、この二軍キャンプでスタートしてるから、国並村にいるんですだ俺ね、この国並で、おそらく地元の人とか、 まあ、ファイターズファンの人は4人ぐらいいるんだよ。俺を含めて5人ぐらいいるんだけど、しか会ったことがないわけ。地元の人なんて、俺、この国紙でキャンプをやってる、二軍とはいえキャンプをやってるっていうことが、あの村において、年に一度の書き入れ時だと思うんだよ。その、4、5人しか来ないにしても。にもかかわらず、それバス停から少し歩いたところにあるよろず屋みたいところが、ほぼ空いてるのを見たことがないの。<laughs> で、ジュースを求めたり、ちょ、食べ物を求めて、その辺歩く、もう、もう分かったんで歩かないけど、歩いてて、もう人とすちがったことがないの。なのに、今、記者が200人と観客500人ぐらいいるらしいんだよね。もう、だから、もうね、そうなっちゃうと、あとは俺が行くまでに大谷くんが結構調子いいみたいなので、バッティングのセンスとかすごいみたいなんで、1軍に行っちゃうとまたね、 いいんですけど、それが、まあ、一つちょっと困っちゃうのと、もう一個、もう一個皆さん的に、俺、俺的には嬉しい悲鳴なんですけど、今回、去年とおととしはそういうのなかったんですけど、名古屋でずっとやったスポーツ番組が復活したせいで、その名古屋のスポーツ番組の仕切りで、中日ドラゴンズのキャンプがスタートできるわけですよ。だからね、いいホテルがもう取れちゃってるんですよ。 なんだろうこの、あの、ほっとする感じとがっかり。がっかりする感じ。ねえ。未だに一社の携帯も届かない宿ってあるんだっていうね、前回の。あるんだって。あと、大、大雨の中、一旦表に出てともとも歩かないとおしっこがするとこがないっていう。で、なんそれが俺、そのホテル、まあその宿の中で一番、そのドミトリーの中で一番高い部屋で、俺。一番高い部屋で、 その、かなり大雨の中歩いていかないトイレがないみたいな。それめんどくさいからコンビニ袋におしっこできねえかなって迷いに迷うみたいなことは、今回ないっていう嬉しさと残念さみたいなちょっとあるのと、あとお楽しみの方では、中日の、前にもキャンプの話した時に出てきたんですけど、ルイス君っていう、ドミニカ人の通訳兼雑用係兼ブルペンキャッチャー、 って言って、こずーっといるから、中日がドミニカ人の補強を取り始めてから、ずーっといるから、もう日本語もベラベラでナイスキャラなわけ。もうこれが山本まさかなんかと一緒にこう、えー、っと、ピッチング練習してるのを見てるとまた幸せな感じなんだけど、どうやら今年、ルイスくんが実家帰った時に、近所に玉早いついたってやつを連れてきてるらしいんだよね。<laughs> ちょっと、ちょっと話大げさになってるけど、ルイスくんが、 帰ってきたら、日本のプロ野球にコネクションのある人として、近所の人が売り込んできたらしいんだよね。で、そいつが相当球早いやつで、俺らののもう完全に俺らのバイト先にサイドスローのスライダーが投げられるやついるんですけど、みたいな感じで、キャンプに参加してるらしいんだよね。 それちょっと見たいんだよね。そいつとルイスくんと周りの人の関係みたいなの見たいんだよね。おそらくルイスくんね、いいやつだけど地元では吹いてないとそういうこと起きないと思うんですよ。<laughs> まあそのドラゴンズって日本の中日ドラゴンズっていうチームに対して俺かなり影響力持ってっからとは言ってると思うんですよ。それでいて、たま早いやつ紹介されてきてて、嫌だけどな、あれだぞつって、ね。まあ、あの、俺が、 お前をリードすればそこそこのピッチャーになると思うんだけど、なんつって。で、ルイス先輩あの、ルイス先輩どこまで、まあ、キャッチャーに決まってんだろうよ。何番打ってんですか ?4 番 ?4 番みたいなこと言っちゃっててほしいんだよね。言っちゃってる時の、ルイス君いざ来たらブルペンキャッチャーで、すげえキャラで持ってるやつだっていう、<laughs> ね、のだった時の、 ルイス先輩っていう感じがすごい見たいのと、だそいつが合格して日本に長期滞在してくれれば、ルイス君もその間に色々事情は言えると思うんだよね。急に名前忘れやったんだけどさ、そいつがやっぱゴンザレスだとするとゴンちゃんさーなんつって、見ての通りな状況なわけーなんつって。<laughs> 実家で言わないで。っていう話も一年かけてできるから、バカバカ、お前のスパイクすげえ磨くよ、俺、みたいなのもすごいできるけど、一番まずいのは、その、ま、名前ちょっと後で調べるけど、ゴンザレス君が即帰国しちゃった場合に、全然あいつのコネとか嘘だから、つって、それを言われちゃう可能性があるから、あいつほら、背番号1位つってたでしょ、ルイス、つって、120いくつとかだから、みたいなこととかを言われちゃうから、 俺はね、こいつちょっと受かってほしいし、受かったらルイス君のスカウト能力っていうのも認められるんで、ちょ、っとそれが今回楽しみです。 なんか今、AD の金子くんが調べてくれたら、えー、リベラっていうピッチャーで、これすごいよ。リベラっていうピッチャーで、自称、162キロ投げるらしいんだけど。<laughs> なあ、このなんだろう、あのー、俺の見たいのは、ルイスくんとの熱いコンビネーションだよね。おそらく、 えー、ピッチングコーチ、今、今中さんだっけなゴンドさんやめて。えー、今中ピッチングコーチとかが、じゃあちょっと、リベラー投げてみろっつって、最初の何日かはまだ肩ができてないからってやるじゃんか。で、お前、そろそろちゃんと本気で投げないと、お前、採用なんかねえぞ、テストなんだからって言われたたんに、多分こいつがそこそこの球投げた後に、キャッチャーのルイス君がドーンって取った後、後ろにデングリ返しをゴロ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 うーわー、すげえよー出てた、これ185出てたよっていう、その感じと、 <laughs> やっぱ用具係もやってるから、ルイスくんは、ちょうどあのデジタルのところに細く切った黒いビニールテープで、ちょうどこう120キロのところのデジタルの棒足しちゃって、それは8に足しちゃってあるから、うーって思って。<laughs> でも、キャッチャー立たせたままの山本正も186キロ投げちゃってるから、どういうことなんだ、これっていう大騒ぎになるけど、で、後で二人で、あの、監督に怒られるっていう。で、また、その、ルイスはルイスできっと、それ来る前に、まあ、俺の控えでいろいろ教えてやってる谷重っていうやつがいいんだけどさ、ねえ、まあ、そこそこ、まあ、俺教えてやってるから良くなってきたよ、みたいなこと。ただ、あの、谷重は、全然その、 <laughs> ドミニカの言葉が分かんないからな。<laughs> お前谷繁とは直接話せねえけどな, <laughs> な。それ、そうすると真ん中に通訳も兼ねてるから、もう向こうのそのリベラからしたらさ、あのー、えっ、ー、と、ルイスさん、こいつあれ、この生意気な谷繁ってこいつですかなんて言うんだけど、それはちゃんと、えー、ドミニカ語で言ってるから、ドミニカ語で聞き取って、 タンさんよろしくお願いします、みたいな。それに訳して、ね。おめでいて、あお前も頑張れよ、みたいな。よ、あの、こい用具係のルイスが物持てない時お前も手伝ってやるよな、みたいなこと言ってんだけど、あの、それをまたドミニカ語に訳す時に、あの、今年もいろいろ教えていただかないと僕もクビになると思いますので、みたいなやつ言いながら、何昔よお前、みたいな <laughs>。昭和50年ぐらいの NHK のドラマ、みたいな。 で、そこから始まる天やワンやね。<laughs> そこから始まる天やワンやと、最終的には合宿所で、あの、そこのドミニカ人二人バケツ持って立ってろって言われる。<laughs> で、そうしてるうちにルイスのお母さんが上京するのかな <laughs> で、それを見とった優しい谷繁が、そのルイスに気遣ったりとかするんだけど、ルイスが調子乗って、お前、見てんのかポカッとかやったりするのを、もう後で覚えてろみたいなこと言って。<laughs> それで、帰ってくると、その、今ちょうどこう飛行機を、 えー、ドミニカにお母さんたちが帰ってくる。そして、リベラも帰ってくる。お前落ちちゃったのかい、<laughs> リベラ。で、その飛行機を見上げて、お母さんの置いてったそれ手紙を読ぶと、 ねリベラくんからすべて聞きました、つって。<laughs> ルイスは幸せ者だね、なんつって。谷繁さんに迷惑をかけないように、母ちゃんみたいな。<laughs> 昭和だよ、完全な。昭和、昭和。だからその、リベラが、ま、160には出ないにしてもですよ。ね。その、150代中盤ぐらい出てくる掘り出し者なんで、ちょっと、あの、リベラ、熱心に見ていきたい,と思います。 今ね、ネットニュースをプリントアウトしてもらったんだけど、俺喋ってると、持ってるようでしょすごく持ってる感じするじゃん。むしろちょっと控えめだって。まあ、後の、母ちゃんが来てみたい話は、<laughs> 持ったっていうか病気だよね。まあ、それは完全な病気だから、最初いつものやつですよね。よく言えば移住院節だよね。悪く言えば保険の効くやつだよね。その感じですけども、その、ネットニュースまんまだけど、謎のテスト性。 自称163キロでした。163キロ。ね、えー、ウアン・リベラ来日、中日って書いてあるんだけど、えー、中日の入団テストを受けるドミニカ共和国出身のエディ・リベラ投手24歳が26日中部国際空港に来日。米国でのプレー経験がない無職のウアンは直球とスライダーには自信がある。2010年には101マイル、163キロを投げたよと言ってのけた。書いてあるね。 来日前から話題にはこと書かないと。で、同じドミニカ出身で通訳兼ブルペンキャッチャーのルイス氏が、近所に球の速いピッチャーがいると球団に紹介は嘘じゃないまんまなの <laughs> これで、これ、この後がもう謎だらけで、本人によれば19歳ですでに161キロを計測、えー、2008年に投手としてカージナルス、10年にもパドレスと契約したが、いずれも就労ビザが降りなかったとかだね。 で、その後もメジャーの複数球団からスカウトされたが、ビザの問題で実現せず、犯罪など悪いことはしてないんだけどね、と身の上を明かした。現在は無職だが、地元の野球スクールに通い、160キロ前後をコンスタントに計測しているという、って,書いてあるね。まだまだなんだけど、えー、米軍でのプレイ経験なし、九州は直球とスライダー、シンカーとカーブ、確保自称。で、えー、右投げ右打ち。で、最後、 しらっと書いてあるのは、見込んだが、長男がいるって書いてあるんだけど、これも謎の、お前何なんだよ、お前のこの謎さ。すごいよね。こ、今後プロ野球に一石投じるよね。近所に玉の速いやつがいるっていう、ことから、来れちゃうわけだからね。これもう、それこそわかんないけど、リベラ君急にいなくなったりしないでよ。その、ルイス君の、その、ね、 あの、経歴に傷がついちゃいますからね。まあ、そんな、ねえー、プロ野球シーズン開幕と。で、キャンプ行ってきますよと。あと何ですかね、報告しておくことは。あ、えっ、ー、と、来週の Q 様のスペシャルが、このラジオを割とコン、コンスタントに聞いてくださってる方には、倍面白いかなという、 僕が正月旅行から帰れなくて、正月旅行からのロスから帰れなくて飛行機飛ばなくて、結局38万円の散財をして、え収録直前に羽田に帰ってきて、そのまま、うわぁははは、38万って言いながら、その収録に挑んだ回だっていうのをちょっと頭に置いといてもらうと、 えー、より面白く見れるんじゃないかなっていう。だから、すごい堂々と、まあ、ファインプレー出したか出さないか忘れましたけど、例えばファインプレー出してても、あ、この人今、38万のことを考えてるっていう。<laughs> 何か考えてても、頭の形正直に言いますよ。完全に切り替えられてないですからね、僕。あの収録中38万のことずーっと考えてますから、その、まあ、何があっても今38万のことを考えてるんな他人のファインプレーに拍手をしてても、38万くれっていう。<laughs> 応援するから38万くんね。 ねえかなっっっててて多分思ってるっていうことをあとね、あと今週。あの、ファミ通の、ファミ通元のファミコン通信、週刊ファミ通の連載が単行本になるって話はもう聞き飽きたと思うんですよ。<laughs> 皆さん聞き飽きたいつから言ってんだって話なんですよ。正確にはもう2010年の段階でその話があって、2010年の段階で、その2010年の今から見ると、十何年前の連載はどうだったかっていうのを、コラムでいっぱい書いてて過してたんだから。 それが古いことになっちゃったから <laughs>、それがもう w i i u が出ちゃってるから <laughs>、それのほとんどがボツになるという、<laughs> まあなんでイの瓦積みみたいな。<laughs> そういう感じでそのファミツの原稿がずっと進んできたんですけど、<laughs> まあまあそれも38万にも関係あるんでしょうね。<laughs> ど、ちゃんと仕事しようと思ったんでしょう。この38万の赤を埋めるためにはと思ったらしくて一生懸命仕事しまして、かなりかけて、もう、ああ、でもまだ言ってダメだとこもあるから、かなり、あのー、 発売されそうだなっていう、されんじゃないかなみたいな。ね。そんな感じで。まあ、ちょっと覚悟はしておけですけど、<laughs> 最終的には、あのー、サダ方式で言うところのあちょっと覚悟はしておけなんですけどね。それがかなり終盤になってきて、で、まあ、よくよく考えたら、その十何年前に書いてるものを、そのまま出せばいいんですよ。もう十何年前に書いたんだっていうことさえ明記しとけば、それでいい、それでいいじゃないですか。 何が悪いんすかそれの。<laughs> それの何が悪いんですかえ裸でとぼし銀座歩いて何が悪いんですか <laughs> 法律があるんすか <laughs> そうなんすら。言ってもらってよかった <laughs> そ。知らなかったから今まで。明日計画してるとこだった。こ <laughs> れで、その、あのー、出しゃいいのに <laughs>、メインに何月何日っていう書いたそのコラムがあって、で、下に、その当時の本誌を読んで気づいたことみたいなの書いてあるの。 ワンピースのゲームってワンダースワンでもう出てたの知ってる <laughs> ワンピースってもう大何時かブームじゃないですか大何時かブームで今更、その最初から読んだ人からしてみたら、うちの嫁さんとかさらにうちの嫁さんが読み、去年読み始めたのに、こう、追っかけて読み始めた俺なんかもう今更も今更じゃないですかだけど、もうワンダースワン出てる頃に、ワンピースのゲームが、あって、みたいな。そういうこととかも初めて見ってるから。これの番組で話したっけあの、 ずーっと読んでたら、パーって読んでたら、ちょっと引っかかった、あれこの名前と思って引っかかったのが、ゲームボーイのプレゼントの、ゲームボーイアドバンスかなの当選者の、普通の一般の人の名前の中に、エレキコミックのソバージュじゃない方の、今、今立て、今立ちくん、今立ちくんと同姓同名の人がいて、今立ちくんってそんなにこう珍しい、あの、よくある名前じゃないぞと思って、僕はあの、 そばガチャガチャソバージュ、ガチャガチャそばじゅうの、あの、メールアドレスを知ってたから、あのー、これってどうなのって聞いたら、あいつ当時当たったっつって大喜びしてましたみたいな、<laughs> それぐらい隅から隅までファミ通読んで、こう、書いその気がついたこと書いてるのと、あとは、もうさ、その、週刊、週刊誌のコラムなんて生放送と一緒でさ、えー、もう今日言ったら、来週知らぬ存ぜるのことばっかりなわけですよ。 で、そういうのってわけわかんない。でもともと文章はわけわかんないから、それに注釈を足すっていう。で、第1話のタイトルが、ミルクの国からこんにちはって書いてあって、何のことかわかんないんだけど、当時ミルクの国っていう飴があって、それを、アルプスの少女ハイジのアニメで宣伝してたらしいんだけどで、それ書かなきゃわかんないじゃん。で、さらにはもっと厄介なのは、十何年前の状態で、 まるで仙道秋穂にあったような嬉しさだって書いたんだけど、十何年前の段階で仙道秋穂の温度がもうわかんないわけだから、その時にどうも文脈を読んでる限りはボケなわけ。今仙道秋穂なのっていう感じのボケなはずなんだけど、それを1998年とか9年に仙道秋穂を使ったボケを、今注釈を書こうと思っても、 あれ、線路脇号って今、あれ、どっちだったんだっけっていう、下り調子なんだっけ、上り調子なんだっけ、ストップ安なんだっけ、みたいな、<laughs> そのところが分かんなくて、それを調べて書いたりするのが結構大変なこなんですけど、それに関しては全部終わり、それもう単行本いっぺん2冊出します。あの、2冊分全部終わりました。全部書き終わって、で、さらに、なんだろうね、あのー、よく言う、自分の身の丈に合わない、完璧主義っていうか、 なんだろ自分の身の丈に合わないサービス精神みたいな。で、もっと新しい面白いのがあった方がいいんじゃねえかみたいなことになって、これだけじゃ、最初も別に、編集部からは当時のそのことだけ書いてくれたら、あとは編集部が注釈とか書きますからって言われてたのいや、それは、そんな出しっぱなしは良くないから、つって。これはもう、あの、もう一個出します。ね。 え、2013年の今振り返ったらどうなんだっていうコラムを全ページ出しますって言い出して。で、その後当時のファミ通を見て、こう、こういういろんなデジタルギアのことがいっぱい書いてあるから、それの面白さみたいなのもあるよね、なんつって。もう向こうからしてみたら、はあそれで締め切り通り書けるんなら、まあ、やっていただいた方がいいですけど、案の定だよっていう感じになってるわけなんですけど、それがケツが見えてきたら、 当時すげえやってたゲームを今やってみたらどうなるかみたいのを単行も一冊につき一二個だけど例えばパワープロでも当時のパワープロすごく当時熱くなってる文章書いてあるパワープロをやってみたらどうなるみたいのをこう書くとで中で俺ほとんどギャルゲームな恋愛シミュレーション当時流行ったときメモブームの後の恋愛シミュレーションみたいな全然やってなかったのを当時この番組でえアルバイト見習い ホサみたいなこと言われてた、松上くんっていうギャルゲー大好きな子がいて、で、その子がやってみた方がいいですよって,言って、トゥルーラブストーリーっていう、学校生活を送る、その、恋愛シミュレーション。ギャルゲーと,とまたちょっと違うんだうな。恋愛シミュレーションゲームをやってて、そのことを延々と書いてたわけ。ほいで、それを、昔の彼女に会うみたいな感覚で、 そのコラムを読んでいくと、俺は草薙さんっていうこと付き合ってて、草薙さんとこううまくいってる、に持ててて、で、それをもう一回じゃあ草薙さんに会いてえなと思って、ね。だから、13、14年前に草薙さん高校生だ。もうみそじだよ <laughs> あの子ももうみそじだよ <laughs> もう幸せに暮らしてんじゃねえのと思いながら、ね。おいでー、 まあまあ、主婦売春なんかやったりとかしてんじゃないのみたいな。旦那に内緒で出した S、F、通過 FX が大変な焦げ付き用で。で <laughs>、今は、パチンコをやりながら、今日も出ねえなって渋い顔しながら、太い横を見てフィーバーしてる親父のところから、転がってきた玉をザクって取ったりとか、あと親父の吸い終わったしけもこすって取って吸ったりとか、そんな幸せな暮らしをしてるんじゃねえかなと思ってさ、草薙ちゃんと会いたいよ、つって。 あいつと、ね。あいつ、あわよくば、あいつをもう一度抱きて、ということで、<laughs> そのトゥルーラブストーリーをやってみようとな、なって。でもほら、別にトゥルーラブストーリーを今起動したからって、やさぐれた主婦生活にはならないからね。<laughs> 高校の、高校の2年生なの話やるとすぐ思い出したんだけど、自分は高校の2年生になって、両親の転勤で急にいなくなる。 なんか3ヶ月後ぐらいにいな2ヶ月後ぐらいにいなくなる、この60日間を、えー、っと、悔いなく過ごすみたいな。それでいろいろ現れる女の子にアプローチしながら、最終的には、ずっとその内緒にしてんだけど、転校することを内緒にしてんだけど、俺もう明日転校するんだっていう日に、その、その中で一番恋愛度が高くなってるやつに告白するみたいな、まあゲームなんですけどね。何が地獄っつっても、 まあ、うちの、なんつ、ホリプロっていうね、チンケなプロダクションがあるわけですよ。そのチンケなプロダクションのチンケなタレントですよ。ね。まあ、えっ、ー、と、悪口をいっぱい言いすぎてしまったので、えー、いいとこ言います。インしてみるって映画を撮った、ホリプロっていうプロダクションがあるんですけれども、<laughs> 悪口を上塗りしちゃいましたけどね。<laughs> 完全に上塗りしちゃいましたけれども、ね。えー、その、ホリプロさんっていうところに、まあ、さらにチンケなタレントの伊集院光さんがいるんですけど、その、伊集院光さんのマネージャーさんがね、 今村ちゃんっていう女性なんですけど、まあ前一度言ったことがありますけど、まあ笑いのない家で育ったベッキーみたいな顔してるやつです。<laughs> <laughs> もうベッキーがもうとにかく夢を見ずに地道に、地,地,地,地道に地道に勉強して、それもその、鹿児島の、さらにその鹿児島の中の郊外で、その地道に頑張って勉強した結果、学習院かなんか入って、 これで、一流企業のホリプロに入って、で、中卒の世話をしてるっていう、今、その状況ですよね。<laughs> それが余計、その、あの、未見の縦じわを濃くしてる状態になって、まあ、女性がいいんですけど。あいつ、いくつかなええー、20代後半ぐらいやねえかな。あら、アラサーぐらいの多分人だと思う。 で、お嬢ちゃんがいて。まあ、真面目なんですよ、この子が。超真面目なんですけど。超真面目だから、憂鬱が効かないんですよ。ね。45だよ、俺。45がトゥルーラブストーリーやってんだよ。その日に限ってついてなくてよくね。<laughs> <laughs> ファミ通の編集部でやってんだよ、俺。ファミ通の編集部の会議室取って、古いプレステ、プレステ PS1 の中に、トゥルーラブストーリー入れて、やんだ、帰んねえんだよ、こいつが。他の仕事来なかったし、結構ケアしてほしい時に、お前マネージャーとしてちょっと圧力かけてくれよっていう時にも、は、割と、その、 西村健太、十意光、る、玉袋筋太郎でぐでんぐでんになって各テレビ局の悪口をカメラ前で言い出してるときに、<laughs> お前後ろにいて止めろよって思うんだけど、それはやらないのに、その俺がトゥルーラブストーリーをやってるところを、ずーっと見てるわけ。ねこれでさ、なんかさス、スポーツ少女みたいな、ごと、もうそのと当時俺合わなかったの、ごとちゃん、 っていうことさ、そうかジョギングしてるときばったりぶつかってさ、そう選択肢が出るじゃんか。痛いなとか、黙って立ち去るとか、怪我はないっていうのあんじゃん。怪我はないみたいなの選んで押すじゃん、だって。 ねえ、えじゃん、下後ろで <laughs> と、えー、お前何見てんの見てんのなんかわかんないけど、お前なんか他のいろんなやつやってん。上原桜の剣とかの尻拭いてんじゃねえのお前と思いながら、全然私はそれには関係ないけど、みたいな感じで後ろずーっと見てるわけ。もう何とかあんのよ。それがもう恥ずかしくて。だって俺割とその、ま、あこんなこと言っちゃなんだけど、 あのー、人に心を僕開きませんから、なんつうのかな、特に女性マネージャーの前で、やっぱモテない期間がないから、どかかっか格好つけてずっと僕は一生、 かっこつけてたり、伊集院光る45歳って大人を演じてると思うんです。ね。それはその今村女子の前でも僕はいつも演じ切れてるかどうかはわかりませんよ。ね。疲れて和の楽屋で寝てて金玉が出てたことなんか何度もあります。でもその金玉も45歳らしい形で出しとこうと思ってますから。ね。ちゃんと金玉が出てた時にはちょっとパッと起きて、やばい今村も見るかもしれないからで位置を少し伸ばしといた方がいいなみたいな。<laughs> テレビ局の楽屋で堂々とリラックスしてる感じを、やっぱり20代のマネージャーには見せなきゃいけないっつって、もう、痛いぐらい伸ばして置いてからまたすやすや寝たりしてる。それぐらい僕は、その、気にしてるわけですよね。そういう意味じゃ。ね。にもかかわらずさ、もう全部さ、またわかんないけど、下級生の女の子みたいなやつがさ、先輩みたいなこと言ってくるじゃんか。で、なんかその、行った後にハンカチが落ちてました。どうしますみたいなやつで。 その、そのままにする、声をかける、後で届けるみたいな出てくるんだけど、もう背中にビシビシ自然感じんのよ。移住 <laughs> 1年生の教室まで行くみたいな感じのやつをしようで、ね、お前これかなりプライベートだからで、ね、お前にとってはファミ通の原稿を今まで触り続けたやつを、まあの、缶詰にしたい。どうも、今村の考え方は、 その時考えたのは、その日オフだったんだけど、わざわざ入れたから、最初にその、そのファミ通からしてみたら今村と話して、伊集院が乗った日に書かせたいんですけど、ちょっと今仕事が割と忙しいんで、そのあんまり、また、この今村でよくわかってるから、あいつ自身ができるできる言っても詰め込みすぎると、また、あの、どっ、 で心ががきり折れるのも怖いいいいし逆に甘ややかすと全然やらななみたいな感じがきつい今かなり調整をして、した結果、割とうまく追い込まれてそこの日に、本来休みだった日に入ってくる時にも、まあ言語乗ってきたら書くけど、乗ってきたら今日中にできちゃいそうだけど、まあこればっかりはもうゲームやってたからね、みたいな話をしてて、今村が残ったのは、 そこで俺の逃げ道をなくそうって思ってるんだと思うんだけど、むしろいたたまれないわけ。<laughs> だってわかんないけど、その、出てくる、初めて見るキャラとかいるの、俺結構やり込んだつもりだったんだけど、なんか最初に、春夏秋冬みたいな、どの場面でやりますかみたいなのを選ぶのを、当時のコラムでは秋を選んだのに、今これ春を選んでるせ、出てくるキャラが全然違うわけ。 それでまたなんか、全然知らないメガネっ子みたいなやつが出てきたときに、メガネっ子となんかし、よくこいつが出て、まあ、ストーキングなんだろうけど、今思えば。俺の人造を狙ってると思うんだけど、こいつは結果的には。ね。で、こいつとこう帰り道、デートするのに何人の話題をするみたいなのに選んだりするんだけどさ。それをこう、そいつの趣味を忘れちゃってさ、他のこと話しかけてさ、そしたら急にさ、あの、俺、田中健っていう本名であって、 いや、元の本名でやって、高校時代の本名でやってるから、田中くんと話しててもつまんないって言っていなくなっちゃったりするわけ。その瞬間後ろから、<laughs> <laughs> 言ってくんで、言ってたじゃないですか、みたいな。もうとうとう、とうとうなんか前に、駐輪場で会った時に、その子がサボテン育ててるって言ってたじゃないですか、みたいなこと言われるわそういうんじゃないんですかっていう話の時に、 演芸のことっていう、その、なんてうの、項目ありましたけど、みたいな。そういうのを覚えてた方が、どんどんモテるんじゃないですかみたいな。はい。<laughs> <laughs> マネージャーにそんなプライベートの言葉で俺、俺のモテさみたいなことまで言われると思ってないから、もう全然きついわけ。ほんで、その後俺もなんかわかんない。買い物に行くみたいにすると、 その、買い物するもの。で、まあ、その、メガネっ子の、サボテン好きなメガネっ子もどうでもいいってなって、他の、その、女の子にもアプローチを開始するわけ。で、それもさ、なんかわかんないけど、言うんだよ、なんか。伊集院さん、今度その子を狙ってるんですかみたいな。<laughs> だったら、お前は何なんだよ、みたいな。おかしな感じになっちゃってんじゃんと思うんだけど。まあまあ、まあ、一応、これよりも、俺はもともとその草薙。 忍ぶっていうやつと会いたいから、これはそうでもないんだけど、言ってくるんだったらさ、惚れさせておくのもまあ、こう、いいんじゃないみたいな話をするたびに、うわぁ、こいつ変なこと言ってんな、みたいな。<laughs> なん、なんつったの今このクソ、クソ汗だるまが、なんか惚れさせておいた方が、ゲームの攻略的にはいいんじゃねえかなって今言った。うわー 気持ち悪いブラララララララっていう感じになってんだよ。もうこういう今村。今村なってんだよ。もう今後マネジメントなんかしてもらえないよ。そんな感じになったほしたらさ、ずっとやってるんで、ずっともうその笑いとかに耐えながら、もう俺がその買うものをさ、熊のぬいぐるみに合わせる勇気わかる好みのわからない下級生の女子への、ね、プレゼントなんて、熊のぬいぐるみとさ、電子手帳とさ、 あと、なんだっけなえっ、ー、とー、貯金箱だったらさ、熊のぬいぐるみが持てますよね。熊 <laughs> のぬいぐるみですよね。熊のぬいぐるみをあげるのがモテるに決まってるじゃないですか。だけど、もう視線で、うわああいつ、女の子イコール、熊のぬいぐるみっていう感じなんのみたいな空気を、もうびっしびしく、びっしびしくるながら、来て、 えいやーって熊のぬいぐるみ押すじゃん。押した時に、もうこう振り向けないじゃん。もう全然振り向けないけど、角度的によーくこう自分の顔をずらしていくと、俺の後ろ側でずっと見ている今村が、どんな顔してるかが、あの、テレビ画面に反射してることに気づいちゃった。ね。<laughs> 見てみたら、笑いを噛み殺してる完全にその <laughs> で、まんまとさそ、俺からしてる、いやいやいや、違う。ゲームのセオリーとして、ね。こういうゲームは女の子がどう思ってるかじゃないんだと。その実際の女子がどう思ってるかじゃないからっていう。こ、お前なんか生まれてから一回も童貞だったことねえだろってう。かなり長い間やりましたけど、童貞よ、みたいな。修行させてもらいましたけど、と思う。その童貞心をつかむように作ってるわけだから。 みたいな気がしてくる。だから、俺の思う思考の方が合ってるわけですよ。っていう思うわけです。じゃあ仮にお前がだよ、俺の一年下の高校にいたら、俺のこと先輩一緒に帰りましょうって言ったか <laughs> 絶対言わねえだろ 2>, <laughs> !2 年に超気持ち悪いやついるけどだろう、<laughs> お前はってって。ん、ね、で、で、それで、その、言ってやったんだよ。 こういうのは、俺はゲームを進めないとコラムが書けないから書いてやってんだって。これ熊のぬいぐるみはゲームの、こういうゲームのセオリーとして知ってんの、こっちは。 ね。こういう可愛い目の女の子はこうで、で、後に積んでるってことはできるけど、積んでる系の子はこうでみたいな、あんです。で、勉強するやつのためにおそらくこの電子手帳渡る。メガネっ子はおそらく電子手帳。メガネっ子二人出てくるんだ。一人はサボテンかもしれない。一人は電子手帳。そういうセオリーがあってやってるんですから。あ,あ、そういうもんなんですかみたいな。じゃあ次にこいつがデートでさ、プレゼントを渡すとてコマンド出てきたわけよ。 そしたらさ、熊のぬいぐるみ渡したたに怒って帰っちゃってさ、<laughs> <laughs> あれみたいな。<laughs> それ見て、まあ、楽しそうだ。<laughs> で、最後の最後までもう、もう大、修行ですよ。一生懸命そのゲームをやりにやって、したらまず途中から、その草薙さんという人は、俺がその、久々に、あの、会いたかった、元カノ、俺の元カノは、なんか、秋しか出てこないキャラだったらしくて、 それ、春バージョンでは草薙さんが来ないから、いろいろこう、いろんな人を食い荒らしてる状態、いろんなやつにアプローチしちゃって、本命がいないままになっちゃってて。これで、もう。 こ、しどうしようかなって言ったらさ、今村がさ、私ちょっとこの後ホリプロで会議があるんで行かなきゃならないんですけど、みたいなこと言け。行ってくれと思うじゃん。<laughs> 行け行けと思うんだけれども、だから早く告白してもらいたいんですけど、みたいな感じになってるわけ。<laughs> 早くやってください、みたいになって。で、割と最後、雑になっちゃうからさ、すげえ雑になるじゃん。で、運命の日来るわけよ。 ほんで、運命の日もさ、あいつなんか電話かけてちょっと会議遅くなりますけど、移住員の現場で、あの、現場の件で少し遅くなりますみたいな、いやいや、俺は帰ってもらっていいですけどねと思うんだけど、やってるわけ。ほんで、最後、運命の日。 ねなんかその、告白相手が確か来るんだったか、誰々に告白するってコマンド出るんだったか、どうなんだろうなと思ったら、誰々に告白するっていうコマンドは出ないまま、なんか引っ越ししますよ、みたいになってって。あ、そうだ、引っ越しするときに、向こう側から可能性あるやつ一番来るんだっけと思ったら、えー、そのまま何も起きずに引っ越ししていくっていう。うちのタレント、モテてないっていう。うちのタレント、超脳書きを言いながら、大汗かいてたけど、 全くモテてないっていうこと。でも、モテないままエンディング出たら、すいません、ホリポロで会議ありますんです。なんなのその、それ確認したらいる感じ。なんなんだろうこの、この恥ずかしめ。あもうゾッとする。マネージャーとさ、タレントの関係、で、こっち45でしょ ?45 と向こうは29だから28ぐらいのさ、女子マネージャーとさ、の関係性。要は、 えー、会社の上司と部下よりももっと複雑な多分関係の相手に見られながら恋愛シミュレーションやるってどんな拷問だよと思うよね。<laughs> もう、めんどくせいっていうか、もうね、あの、例えば、すごい静かな女の子が駐輪場に行ってたら、チェーンが外れて困ってて、で、そのチェーンを直してやるみたいなのを選ぶと、実は、 これでチェーン直してもらうのは2回目だね、みたいな。え、そうだっけなんてと。なんか、自分が1年生の時に、えー、土手でチェーンが外れちゃって、私、人見知りだし、人に誰にも話しかけられない、ただ困ってたら、急に来て助けてくれたのが田中くんだったんだよみたいなこと言われるじゃん。もう、にやけちゃうじゃん。ね。でもその、返す刀で、こういうプログラムってね。<laughs> うるせえよもう自分で、自分でクソうるせえよね。 ああ、今、フラグが立ったな、これは、みたいな感じの。あと何度か駐輪場に来ることによって、彼女の恋愛のパラメータが上わるから、うーん、攻略することは可能だね、みたいな。その感じに、その感じなんだよね。そしたら次の日は今度、廊下でさ、幼なじみやつぶつかったらさ、あのさ、いててててって M 字の形で、 腰、尻餅ついてて、ちょっとブルマが見えてるみたいなやつあんじゃん。どんな顔で見ればいい俺。そのシーンを。そのシーンをマネージャーの前で。娘ほど歳の離れたマネージャーの前で。どんな顔してそれを見ればいいっていう。もうね、地獄のせめくでしたね、それはね。で、結果持てないっていう。結果何が、こことここをやるとパラメーターがだよ。全く誰も。もう全員、ファミツ編集部の全員が、え じゃあ、コラムに誰も来なかったでいいんですかみたいな。うん、うん、いい。<laughs> ねもう、まあ、しょうがない。本当に来なかったんだ。じゃあ、ここでちょっと、ファックス空いてるのファックスくれた人います、ね、ちょっとファックス読みます。えー、ファックス番号、東京035562の954で、東京035562の954で、ペンネーム、笠井やきひろ、ルイスくん、ルイスくんエピソード。 たまたま投げたボールがすっぽ抜けて、用具にぶつかり跳ね返り、ピタゴラスイッチ方式で最終的にひったくり犯を退治。それが巡り巡って、狂犬、狂犬で120メートル先の犯人を一撃ということになって、戸惑いつつも得意顔のルイス君だったなって、そういうエピソードいらない昭和っぽいやつ。 <laughs> ルイスくんそ今日も京都でルイスくんっていう、その感じだよね。今日も京都でルイスくんで、その、ね、あの、リベラが何やら聞いてきたっつって。例えば節分だったら節分で、なんか、あれはどうしてるんだみたいな感じの。ほいで豆を投げたつもりが、なんか、豆投げてすごいスピードだから、なるほど、ボールよりも軽いものを投げれば、えー、い、今中コーチの目をごまかせる、スピード感がごまかせるってことになって、豆に、 野球のこうボールの縫い目を書いて、これを投げるっていうことにしたのだが、みたいなやつがおそらく、ルイス君と、まあ、その、リベラのね、ドミニカ日報に掲載される <laughs>。 そうストーリー。えー、まあ、なんか思いつくことありましたら、えー、ファックス番号東京035562の9540、東京035562の9540 95まで送ってください。お待ちしております。えー、いい曲、TBS ラジオ、今週の推薦曲、富士ファブリックでスモールワールド。コーナー行くよイコ役どうしたらいい えーまあ、子供っていうのは基本的に、あのー、嘘つきなんです子供はまっすぐとか純真とか嘘で子供ほど、えー、大人のこう空気を読む生き物はいないです、えー、多分ラジオ聴いてくれてるような人の中には自分の中の妙子役が、えー、心にもないようなことを言ってそれによって褒められたり したことが、えー、魚の小骨みたいに喉に刺さってるってことがあるんじゃないですかっていうことで、そういうこう空気を読んだ子供名子役たちの発言を送ってもらってるコーナーです。まず記事を送ってくれたのはペンネームサモンさんなんですけど、え給、ー、食にブラックバスのフライ。この感じのこの見出しの感じをちょっとこれからネタを送ってくれる人は掴んでほしい。僕も今ちょっと掴みかねてるんですけど、 給食にブラックバスのフライ。これ NHK 滋賀県のニュースなんですけど、滋賀県はこういう活動に結構力を入れてるみたいなんですよ。あのー、船寿司みたいのを小学生に食べさせてましたから、えー、食を通じて琵琶湖の自然や環境について学ぶ授業が、えー、東大見市の小学校で行われ、子供たちが外来魚のブラックバスを給食で味わいました。っていうね えー、この中ではブラックバスなどの外来,外来魚が増えたことなどから、琵琶湖にしかいないニゴロブナなど、貴重な魚が年々数が減っていることが紹介され、えー、県の職員が子供たちに外来魚を美味しく食べて、琵琶湖の魚を守ろうと呼びかけていました。ね。もうこんなのキャッチしちゃいますもんね。だってもう、今回の趣旨は、 えー、子供たちに外来魚を美味しく食べてもらい、琵琶湖の魚を守ろうって言っちゃってますからね。ほんでまあ、えー、実際にブラックバスを給食で味わいますと。大変なな、滋賀の子供。ブラックバス食べたり、船寿司食べたり。で、えー、っと、子供たち。二人意見なんです、小学生。初めて食べたけど、あっさりして美味しかったです。 とか、外来魚を食べることで、琵琶湖の魚を助けることになれば、嬉しいです。もうまんまだもんね。もうま、ガッツポーズのやつだもんね。職員さんが大きなガッツポーズなんだけど、一番ガッツポーズしてんのはこいつだからね。よしっていう。むしろ職員連れたっていう感じのやつですからね。でもなんかね、真面目なこと言っちゃうと、こういうことなんだよね。これでおそらく、 この彼は、彼女は、自己洗脳されるから、その言ったことで、おそらくこのことを肝に銘じちゃって、そのまま、えー、外来魚が減ったらいいと思います、みたいな。褒められるって強烈な体験だから、俺たちみたい奴は、多分、この頃から、なんでしょうね、あのー、世の中をハスに構えてみて、<laughs> ああ、あいつ天下生でんなっていう感じになっちゃいますけど、こういう子の中には、 これで中1の時にもう展示物で、その、外来魚の危険みたいのをやったりとかして、で、え最終的には、えぇ、しけもを吸いながら隣の人のフィーバーのこぼれ玉を握る主婦になったりとかするわけですから、ね。なんだろう今日のそのキャラ。えだからわかんないんですけどね。 そういうことこそがもしかしたら教育なのかもしれないんですけど、俺らはかなり昔から自覚があるからね。今やってるっていう。今、今俺やってるっていう。<laughs> ね、例えばね、その自覚がある人の話で言うと、えーっと、ペンネームタツミ。 先日の放送を聞いてふと思い出したことがあるので初めてメールを送らせてもらいました。小学校時代理科を担当していたのがきつい性格の女の先生だったのですが、実験を始める前に生徒に結果を予想させて発表させるのが恒例になっていました。しかしこの先生、これ実験前に生徒が一発で正解を言ってしまうと妙に不機嫌になる。ね。もうわかってるんです。ね。そこで、 え、刺されるたびに私がやっていたのが、子供らしい単純な答えを真面目に発表するということ。例えば物えのの、物が燃えると瓶の中の空気はどうなら物が燃えると瓶の中の空気はどうなるに対して、酸素が二酸化炭素になるが正解だとすでに知っていても、あえて瓶の中の空気がなくなってしまう。正解にちょっと近い不正解にするのがポイントだと。うーん。 毎週理科の時間今思い出しても結構な小役っぷりを発揮していたと思います。そうなんだよね。彼の、彼の抜群に頭のいいところは、なんだろうね。これでいて全然違うやつ言っちゃうと、ね、言っちゃうって、クラスの連中からバカだと思われるのもきついんだよね。あのわ、ー、かんねえけど、おちんちんとか言うの好きな時だから、<laughs> 瓶の中の空気がおならになるみたいなやつとかは言うとおそらく、 あの、それは本意じゃないんだよね。惜しいとこまで行ったみたいな。だからこの時にすげえ腹立つのは、これ言ってんのに、横から、いや、これは酸素が二酸化炭素になると思いますってやついるじゃん。その時の、そうじゃねえじゃん。そうじゃねえ。わかるよ。それは、誰でもわかるよっていう、そこを言っちゃうから、お前はそこなんだよなって思うともう先生はもうすげえ嫌な感じになっちゃって。 なんかそのバランスの取り合いの中で、よりはすにはすに世の中を見るようになってくるんですよね。えー、ただ、あのー、そのおならんなろうっていう子よりも、近めで、まあそこそこ正解には近くて考え方は間違ってないんだけれども、実験しないと本当の答えが得られないってあたりに落とし込んでいくんだよっていうことが分かってる子の方が、タレントになった時もし君がタレントになった時ええ おならって言えちゃう子の方がスターになります、うんね。スターかタレントになれないのどっちかですけども、あのー、あなたのその空気の読み方みたいのは不必要ではないですよ。あのー、細く長く生きる可能性が。大したスマッシュヒットはないけど、ただ長生きする可能性はあるとだけ言っておきましょう。えー、ペンネームポルカで騒ごう。小学生の頃。 全校生徒を体育館に集めて地元のお年寄りの方と昔のおもちゃで遊ぼうという企画がありました。なんかありがちだよな、えー、竹とんぼ、ま回し、パチンコの作り方の説明を児童の前でしていたのですが、当然おもちゃがあると小学生は騒いでしまいます。それを見たお年寄りの方がぶち切れて、小学生に罵声を浴びせて、一瞬体育館が凍りつきました。その後宿題で、 この一日の感想文を書いてみんなの前で一人ずつ読むといった授業がありましたが、どの子もその凍りついた一件を作文に一行も触れませんでした。そういう僕も触れると変な感じになるということは分かっていて、昔のおもちゃがいかに工夫に満ちていて面白いかを作文に書いた覚えがありますね。わかりますからねみんな。 さあ、そんな中ですね、えー、こういうネタを書いてくださいということで、えー、ネタを行きたいと思います。ええー、とですね、まずはですね、ペンネーム、新魔球スランカ。社会科見学で、隠語地上もの AV の撮影現場に行った小学生の感想。<laughs> 小学校5年生。 みんなは女優さんにばかり注目していましたが、私は女優さんにイン語のカンペを出すスタッフさんのタイミングの良さや、あらかじめカンペに振り仮名を振っておく気遣いに感動しました。このような縁の下の力持ちがいるからこそ、素晴らしい作品が出来上がるということがわかりました。大変よくできました。 とってもいいです。あのー、5年生ぐらいになるとこういう最終的にいい話をつけるようになりますから、縁の下の力持ちがいるからこそ素晴らしい作品が出来上がることを知りましたっていうね。ここなんですよね。ただこれ以上言っちゃうと、要は、 あのー、AV 出てて、一応教員もの、ね、教員なのに丁寧な因語を使うっていう、そのストーリーになってるけど、当然このお姉ちゃんは教、教員じゃないと。 ちょっと前までバリバリの茶髪だったやつを無理やり黒髪にして、いつもかけ慣れていない銀縁のメガネをかけてスーツを着せることで、教員に仕立て上げた人だと。ね。で、その人が、孤児、来歴みたいなものを陰謀の中に挟むときに知らねえから。ね、もともと。俺と一緒の学歴だから、わからねえから、そこのところで詰まっちゃったりとかする。ね。で、て、その詰まったところをどうしようかって、こう思った結果、あえぐっていう。<laughs> <laughs> ね。なんかその、な難しい四字熟語が出た時に、ええー、その、あえいでいくことで、ごまかしていくみたいところまでは、小語だと分からなくていいです。す <laughs>、ね、<laughs> えー、ここぐらいまでがいいですね。えー、続きまして、えー、っと、えー、ペンネーム目指し。 ちびっこ記者、包茎手術を取材。<laughs> ちびっこ記者はいろんなとこ行ってください、これから。ちびっこ記者はいろんなとこに行っていろんな感想を。小学校2年生、チンコにもいろんな形があることが知れて、とても勉強になりました。2年はこれぐらいです、えー。小学校3年生、おちんちんの皮を切るなんて、見る前は怖くて仕方がなかったけど、レーザーメスで手術を終えたおちんちんは、笑っているように感じました <laughs> 一旦マイナス入れるの天才だから、ね、一旦マイナス入れて子供らしい無邪気な感じだよね。とてもいいです。小学校5年生、僕はもうズル向けだけど、頭の中はまだまだ未熟なので、心身ともに立派にズルむけられるように頑張りたいと思いました。 もっと頑張りましょう。自慢しちゃったからね。<laughs> 小学校5年生でつぬむけなことを自慢しちゃったから、このクラスではちょっと評判が悪くなるんじゃないか。これ君のことを思ってなんですよ。クラスに向けてない子、45で向けてない子がいる。<laughs> 45で向けてないちびっ子がいるから、君はなんか家庭の方針で割とね、生まれた時にすぐ向いちゃったりとかする家なのかな。で、その場合に、 ちょっとこれ入れると自慢っぽくなっちゃって、クラスで浮いちゃう可能性がある。ちょっともっと頑張ってほしいですね。えー、それからですね。ペンネーム、にえゆう500杯。ちびっこ、社会科見学で、場外馬券売り場に来場。<laughs> 小学校2年生、お金を入れるとすぐに馬券が出てくる券売機は、日本の技術力のたまものだと思いましたえ。小学校4年生、場外馬券場の、 テレビでレースを見ている大人の人たちのまくれまくれやさせさせという応援の声にはびっくりしましたが皆さんを見て物事に真剣に取り組むことの大切さがわかりました。<laughs> また新聞を読むことの大切さもわかりました。<laughs> 小学校5年生。何か大声でわめいていた人が警備員さんにどこかに連れて行かれた時は、警備員さんのおかげで安心して僕たちは暮らせているんだと思いました。今日は場外馬券売り場に来て本当によかったと思います。よくできました。まあ最後のね、取ってつけたような本当によかったと思いますはいいですね、これはもう。 えー、続いて、あ、このパターンももう言っときましょうかね。切れてるジゴンスさん。刑務所の遺門に行った時の足玉菜の挨拶。<laughs> <laughs> <laughs> 今後ね、足玉菜行ってほしいね、いろんなところにね。俺の見てる感じでは、福くんはまだ無邪気さを残してて、福くん一旦寄れそうになるんだよ。一旦、 本当の子供の面出しそうになって、途中でやべえって戻す感じなんだよね。足田マナはその点、完全上から下まで名誉役だから、えぇ、ー、しょ、えぇ、ー、足田マナ。<noise> ここでの生活は厳しいと思いますが、自分の犯した罪の重さをき、しっかりと反省して、社会復帰をしてほしいと思います。テレビを見る時間は限られているかもしれませんが、私の演技でそのお手伝いができればと思います。今日は、 お招きいただき、どうもありがとうございます <laughs>。大変よく好きました隙がない。好き <laughs> がないですね、えー。その昔ある若手芸人が、 あの、刑務所の遺門に行って、入り口のところで、たまたまお弁当を入れてきた袋の中に空気入れたやつを持って出て、その、いろん、いっぱい、こう、ホールに集まっている、まあ、えっと、そちらでお勤めをしてる人の前で、開けてパーって、おう、シャワーの空気だ、すえすえって言って、大暴動になりかけたっていう <laughs>。<laughs> 金谷秀幸くんかなんかが、 8時ちょうどからそういう異問の会が始まって、8時だよ全員囚人って言って、やっぱり誰もあらなかった確か <laughs> その点、足田愛菜ちゃんはもう、隙がないね。隙がない。 こういう時どんな感じで言ってんのかさ、内山くんとかえなりくんとか呼んで聞きたいよね。これぐらいの時の、その子供からの時に来てる期待感みたいのを、どういう風に捉えてんのかっていうのはすげえ知りたいよね。えー、もう一個ぐらい行きましょうかね。えー、ペンネーム新ュースランカ。 ちびっこ記者。もうちびっこ記者シリーズいいですね。ちびっこ記者、俺オレ,オレ詐欺業者の事務所を取材。<laughs> 小学校4年生。最初は見学だけだと思っていたのですが、自己相手の子供役を体験させてもらえたのは、とても貴重な体験でした。<laughs> あそっち褒めちゃうんだ。<laughs> そっち褒めちゃうのね。まだ4年生だからね。痛いよ痛いよの言い方も、ただ大きい声を出していただけではいけないと知りました。ね、小学校5年生。 俺レ詐欺なんて悪いことだと思っていましたが、リーダーの人の、年寄りの溜め込んでいるお金を、俺たち若者が使ってやることがアベノミクスなんだ、という言葉を聞いて、<laughs> なるほどなぁと思いました。もっと頑張りましょう。行 <laughs> きますから、ちびっこ記者だからいろんなとこ行きますんで、あとはちびっこ記者インタビューとかありますもんね、きっとね。俺、 1> 中1か中2の時に、貞岡庄司中畑清二宮いたるかなこの三人ぐらいのジャイアンツの選手にインタビュー行ったことあるんだけど、その時、貞岡さんは人気先行で割とまだ勝ち星出てなくて、中畑さんは控え。で、二宮さんってのは守備固めだったのね。 で、子供心に、なんかみんながすげえ、わあ、ジャイアンツの選手だってインタビューしてるのを少ししに構えて見てるっていう、<laughs> その格じゃないねっていう感じで見てるっていう。で、引率でついてったうちのお袋が全員のサインをこう、なんか無理やりもらってきて、それも割と、 サインをもらっちゃいけないっつってんのに、チョークロノリノリでもらってきて、終始不機嫌だったのをすごい覚えてますけど、足田愛菜ちゃんだったらすごいきちんとインタビューするんだろうね。そういうやつもぜひ。だから今年あたりちびっこ記者が日ハムのうぐもり外野手に、そのインタビューするときに、どういうぐらいの気の使い方をするかっていう、そろそろですけどっていう感じを、ただ今年うぐもりやると思ってますんで、ええー、あの逆に糸井の抜けた穴をうぐもり埋めてくれと思ってますんで。 足田真奈ちゃんだったらその辺も上手に、上手にね、あの、糸井選手がいなくなったことをピンチをチャンスに変えてくれるのが宇森選手だと思います、みたいなね。足田真奈ちゃんだったら赤田選手あたりの微妙な位置とかもうまく扱えると思いますけどね。<laughs> えー、さあ、ということで、えー、どっちも自分の体験とか、あとネットの記事とか新聞記事でも言ってましたよっていう人、あの、新聞記事を、 郵送で送ってくれた方は読まれると、カード2枚みたいな特典もつけておりますん、ね、で、えー、ネタも、なんかこういうタイトル、それらしいタイトルあってから、えー、それ小学生の意見を書いてもらうみたいな方式に一応固まりましたので、郵便番 <laughs> 号 107-8066TBS ラジオ月曜ジャンク伊集から深夜のバカ字から、子役の係までお待ちしております。えー、ジャンクのホームページもしくは携帯サイトからもメールの方の投稿はいただけます。よろしくお願いします。<laughs> ヤッフー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 クブークロ <music> さあえー、ヤフー知恵袋に集まるいろいろ答えてくれる親切な人たちも見放すようなどうしようもない質問をヤフー知恵袋さんにご迷惑をかけないように。 こちらに送っていただくという、うーコーナーです。まあ、ネタっぽいのが、ね、うまいバランスのやつから結構いろんなパターン来てますけども。最初じゃあご挨拶代わりに短いやついきましょうかね、こっちら。ラジオネーム、天丼マンさん。海洋区に関する質問です。物事に動じない人を、心臓に毛が生えている。 と言いいまますすがその毛は縮れていますか <laughs> 考えたこともなかったですけどね。多分僕だったら、僕、あのー、こういうネットの投稿欄とか見ちゃうのは、現実逃避をしてる時なんで、全然原稿書けねえなっていう時とかに見ますから、一瞬、え、俺のイメージだとわっさっていう感じの、なんかイメージだけど、 何考えてんだっていう、それを書き込むことはないじゃないですか。でも陰謀の一つだもんね。いいんだから、なんて。縮れて、あ、俺どうかしら。一旦寝る、一旦寝る <laughs> と思うことで、多分これを答えることはないと思いますね。えー、続きまして、二つ目のクソ袋、こちらです。ラジオネーム、ホーリーライスさん、ヨシイクゾさんに質問です。 よしさんは、ああ、テレビもねえ、ラジオもねえ、車もそれほど走ってねえ、とおっしゃいますが、これは一体どこの国でしょうか当方、ボランティア活動として、世界中の貧しい国々に贈り物をしております。もしその国がわかれば、今月中にもトランジスタラジオを100個届けたいと思っております。よし行くぞさん。 ご回答、よろしくお願いいたします。<laughs> なんで絶対見てると思ってるのかね。<laughs> なんでそこに揺るぎはないのかね。これ絶対見てんなっ、つって。で、おそらく、トントン拍子にことが進んで、まあ、いい、いいことですよね。そういう、ね、発展途上国に、日本ではもう、ね、トランジスタラジオの古いやつ捨てちゃうような世の中ですけど、差し上げようっていうのはいいことですけど、もしかしたら吉井さんが次回からは、 はあ、テレビはね、ラジオは、NPO 団体から100個いただきまして、そこそこございます。車もそれほどって歌ってくれるぐらいのとこまで、こいつがもう行っちゃってる感じが、ああ、相手にしない方がいいっていうね。うーん。三つ目です。ラジオネーム、ベニーモさん。ひな人形についての質問です。 昨年の9月に初めての娘が生まれ、今回が初めてのひな祭りになります。そこでひな人形を買おうと考えているのですが、実際に選ぼうとするとひな人形の種類がたくさんあって困ってしまいます。例えば、下から五人林、三人勘女お代理様とおひな様の、いわゆる 532のフォーメーションのひな人形セットだと、守備的な役割の選手が多くなり、組織的な攻撃サッカーが仕掛けにくく、ツートップの個人技に頼らざるを得ない傾向になるという欠点があると思います。なので、一般的にバランスの良い442のフォーメーションにしようかなと考えているのですが、そうなるとやはり、5人林の小大子選手を終盤に上げるということになるのでしょうか。 アドバイスをお願いします。もうすがすがしいほど知らないでしょ。前半3行ぐらいがありがちな感じだけあって、もう最後に行くにつれてもう知らねえよっていう。<laughs> まあそうね。だから5人林のサイドにいる、まあ今ウィングってなくなりましたけども、やっぱり5人林の両サイドがかなり運動量を必要としますけども、 上がる。まあ、ボランチ的なね。ボランチ的な、その、ポジショニングを取ることで、まあ、あと縦パスだね。長い縦パス。みたいな答えをくれる人いませんからそういう人いませんから、ね。なんかその、頭のさ、ひな人形について、その初めて、その娘が生まれて初めてのひな祭りだから、ひな人形について聞きたいことって結構ありがちな書き出しじゃん、なんか。 割とこう、お姑さんとかがいない若い夫婦だけど、一応やってあげたいみたいなことだとわかるけど、途中のもう、フォーメーションって言葉の時の全員の頭から、フォーメーションって言う <laughs> ねえ <laughs>。何このツートップの個人技に頼らざるを得ない傾向になりますって。<laughs> <laughs> うんさあ、続きまして、短いの。ラジオネーム 夜嫌いの夜行生さん。最近、鈴木沢さんを見ただけで、砂肝が食べたくなります。どこか西日暮里で、美味しい砂肝屋さんはありますでしょうか <laughs> これ、ちょっとわかんない。ちょっとわかんのは、多分ね、手羽先の、砂肝の砂に手羽先の羽なんだよね。これが、こう、多分、 あなたの、その、うわ、砂肝食べていなっていう感じを、塩でしょ塩でしょそれすごいわかるんですよ。薄い塩の砂肝を食べたい、1個でいいんだけどね。1個でいいんだけど、食べたいっていう感じはすっごいわかるんですけども。ただ、グルナビとかあるから。<laughs> ね、もうそれでよくないよお前。西日暮里で多分焼き鳥で出るから、グルナビで、あの、頼むわ。 うん続きましてこちら行きましょうラジオネーム家にいいても帰りたいさん私は神様の存在を信じていませんでしたが大好きだった唐揚げポテトのゆず胡椒味が再び発売されているのをコンビニで見つけた時にはさすがに神様の存在を信じました早速 片揚げポテトのゆず胡椒味を買って食べたら、大きめのかけらが歯茎に刺さり、鋭い痛みが走り、神はいない、むしろ悪魔はいるとの確信に変わりました。皆さんも悪魔が怖いですか <laughs> 何お前の新人のバランスと、最後の皆さんも悪魔が怖いですかじゃねえ。皆さん神様信じますかならまだしもだよね。まだしもじゃねえ。落としどころがなんかわかんねえけど、神様、神様がいるいないじゃなくて、皆さんも悪魔は怖いですかつって。わかんねえけど俺たちはメールで怖いって書いておくればいばいけこいつに。怖いってやるとグッドアンサーとかになるわけ。怖い怖くないだけで。私は、 神様の存在を信じていませんでしたかってあたりからは、もう壮大な話になるなっていう方の、ちょっと受け負えない感あるじゃん。ちょっと壮大な話になりすぎて、俺なんか特に無宗教、無信論者だから、これねえかなと思うんだけど、その次が、大好きだった片揚げポス、ポテトの、ゆず胡椒味が再び発売されてるのをコンビニで見つけた時には、さすがに神様の存在をってなっちゃうと、なんなのお前のその左右される感じ で、食ったら、欠片が歯茎に座って痛くて、神はいないってもらっちゃってるからね。もうその辺なんだよね。その辺がもう、あのー、重すぎると思ったんだけど、その全、全言撤回で軽すぎるっていう、<laughs> っていうか、お前と話をしたくないっていうところに最後行くんだよね。えー、じゃあ、ちょっと続いてかなり卑怯なやつ。ラジオネーム 軍手のイボ対ロシア女さんタトゥーの話をするとき、いつもどっちのタトゥーと聞かれます。少し考えれば仮釈放中の身である私がロシア人デュオのタトゥーの話をするはずがありません。仮にそっちのタトゥーの話をする場合は、今みたいにロシア人デュオのとか、 小文字、大文字、大文字、小文字でタトゥーのとか、おざしぐせ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 のタトゥーと言います。このような勘違いなしに、おざしぐせ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 のタトゥーではない方のタトゥーの話をスムーズにするにはどうしたらいいのでしょうか <laughs> 俺、これの好きなところは、<laughs> 歌のところに行きがちじゃん。その、真面目なナレーションの人に歌わせたいっていうネタは多いの。歌のところに行きがちなんだけど、すげえさらっと、少し考えれば仮釈放中の身である私がっていうところが好きなんだよね。<laughs> こいつ、何しれっと言って、その先全然触れねえんだよ。確かに、仮釈放中で多分悪いことしてる人がタトゥーって言うんなら、おそらく入れ墨のことなんだろうなっていうの分かるんだけど、 その後何にも触れないでしょ、これ <laughs>。で、みんなお差し癖に持ってかれちゃってるけど、俺はこの、あの、相談で一番あっきり返るところは、何お前が仮釈法中っていうか、お前が悪いことして一回服役してることを、さらっと棚に開けてんだよっていう感じがちょっと好きなんだよね。小文字大文字、大文字小,小文字でタトゥーとか。なん 続いてラジオネーム、まげまげさん、教育に関する質問です。先日、日課の早朝ジョギングをしていると、小学校に行くのを嫌がり、玄関先で泣き喚く子供を怒鳴り散らす母親、という地獄絵図を見ました。今の若い母親たちは、 皆おかしくなっています。そんなことだから、僕が大好きな若妻者の AV が次から次へとたくさん発売されて、ダウンロードしてもダウンロードしても見終わらないのです。大体最近は美魔女美魔女言っていますが、そこらにいる素朴なちょっとお疲れ気味の若いママさんの方がよっぽどムラムラします。特に自転車の後ろのカゴに子供を乗せて、 ジーンズを履いて自転車を漕いでいると、あのサドルに乗った丸いお尻から目が離せません。そして家に帰ると、また新しい若妻お尻フェチの AV を探してダウンロードするのです。僕のクレジットカードが最近不正使用されているのは、この動画サイトのせいでしょうか最初説教臭い始まりなんだよね。最初の、先日、 日課の早朝ジョギングをしていると、小学校に行くのを嫌がり玄関先で泣きわめく子供を怒鳴り散らす母親という地獄映像を見ました。今の若い母親たちはみんなおかしくなっています。そんなことだから僕が大好きな若妻者の AV が次から次へとたくさん発売されて、<laughs> ダウンロードしてもダウンロードしても見終わらないんです。このあたりからお前のトーンおかしいぞっていう。お前人様に説教じみたことを言える感じのことを言ってないぞっていう。ね。 最終的に、もう、その、そして家に帰るとまた、新しい、若妻お尻フェチの AV を探して、ダウンロードするんです。僕のクレジットカードが最近不正利用されてるのは、<laughs> そこ心配だったの、ね、<laughs> そこ心配だったのに、もう最初なんですごい上から、よう嘆いちゃってんだっていうね、ことなんですよね。えー、じゃあ、ラスト、ラストもう一個行きましょう。こちらです。 ラジオネーム、ジョッシュ・オムさん。私は、キャバクラ城に、あなたって面白い。安倍博士と同じくらい面白いよね。と言われたのですが、いまいちピンときません。安倍さんは、佐野史郎さんに直すと、何人分くらい面白いのでしょうか。<laughs> うわあ難しいで、佐野素郎に直されるとスッて入るんだ、お前。それがわかんない。えー、皆さんもですね、Yahoo! チー知恵袋にご迷惑になるような質問がどうしても頭に浮かんでった場合はですね、こちらのクソ袋の方に送ってください。で、曲、えー、サラウンドで冬の説。最近ね、iPhone を、 やたら忘れててくるようになって家になる、ね、家に忘れてで家を出てしまうで割と電話使わないんでそのツイッターつぶやく回数が減るぐらいでまあどうでもいいやったになんだけどその原因がね休みの日に朝寝てたかミさんが、えー、っとなんかまたお友達が増えたらしいんですよでそのお友達が古着をこうリサイクルして バックを作ったりすることができるということで、あなたの着てない上着を、えっ、ー、と、これバックにしちゃっていいっていうのを持ってっちゃうからねって言ったら、中に最近全然着てないんだけど、結構気に入ってたはずのコートっていうかがあって、うわ、最近これ全然着てないけど気に入ってたから、あのー、今年の冬最後着させてみたいな。これ冬終わっちゃったら別にその、 カバンにしてもいいからってことになって、あ、なんでこあんなに気に入ったのにこれ着ないんだっけと思いながら着始めて、分かったことが、ポケットが少ないというか、なんかついてるべきところにポケットが付る。デザインとかすごい好きなんだけど、いわゆるその、普通にこう、コートにのポッケに入れたいところのな、なんつったり、お腹の横のところにポッケがないから、 それで着なくなったんだなと思うものの、今年の冬が最後だからっていう宣言をおっしちゃったんで、やたらそれを着るんですよ。で、玄関で iPhone を持とうと思って、iPhone を入れるべきポッケがないから、一旦それをちょっとこう玄関の横に置いて、靴履いてってやった時に必ず忘れるみたいで、もう、逆にね、一回リズムができると、どんなに酔っ払っても、携帯を忘れる、財布を忘れるが全然ないな俺っていう自覚があったのに、 なんかそのリズムが完全に壊れ始めて、今もう最後だからその服を着るっていうのと、あと何着ても割と合うやつだから、あの、ま、結局最終的に俺の面と体型でぶち壊しにするから何着てもいいんだけどさ、ま、それで着るんだけど着て iPhone を忘れるが、完全にルーチンになってて、かなり今回忘れないぞと思って玄関まで行くのに、 忘れちゃうんだよね。なんか、人、人間の脳ってそう、そんな感じになってんな。一個さ、引っかかり始めるとずーっと引っかかる頃とかないなんか。なんか、風呂の出方がおかしいのか、もしくは太ったとか痩せたか関係あんのか、もしくはちょっと今、腰痛が、ちょっと、えー、っと、1月出てるせいがあるのか分かんないんだけど、ガリッとまではいかないんだけど、全然今までなかったのに、あの、風呂場の、 カランっていうのは蛇口に背中が触って冷たいっていうことが、この1ヶ月ぐらいにすごい頻度で起こるんだけど、何も考えて出てないじゃん。風呂なんかもう俺の家のずっと風呂だから、俺が何だと思う。俺が何年あの部屋でアワヒメをやってるんだっていうぐらい、もうすべてのものがわかるような状況なのに、この1月その変なリズムが何個か、 崩れてるから多分近いうち死ぬわ。<laughs> じゃあ行きます。えー、脳みそがうっかりする話でございます。えーとですね。例えば、ペンネーム鳥居勝子。武井恵美さんのお名前をテレビで見かけるたびに、この人の名前は通常の読み方をしないという意識が先行する。それはわかるんです。武井恵美って、 言おうと思うと、もうそこのところに間違えんなよ、みたいな。もう竹井恵美で下手すると、最初のうちは竹井先じゃないっていうことを俺は警報を送られてたはずなんだけど、言い慣れたりとか聞き慣れたから、竹井恵美なことは分かってるのに、この警報が解除されないから、竹井恵美って言おうとしてるのに間違えんなよっていう警報が入ってくるわけ。だそうすると、え、恵美じゃなくてなんだっけみたいにちょっとなってたりするのはすごい分かるんですけど。えー。 竹井先とは読まないという意識ばかりが先行し、なぜかいつも、室井蘭と呼んでしまいました。<laughs> おーなんか変な道できたね。えー、正解にはかすりもしていないのですが、毎回室井蘭が先に出て、その後違う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 読み方だぞ。おお、竹井恵美だと思い直します。と。 へえ。で、この室井ランっていうのを発言、要するに発音したことはないんだけど、毎回この一旦出てくる室井ランって誰だよっていう、多分室ロラン出身の AV 女優だと思いますよ。お父さんが死に鉄つ室ランで働いてたんじゃないですかね。 ええ、な、多分そうなんです。室蘭銀行か <laughs>、ね。多分それで今、室井蘭を。で、プロフィールには東京出身ってことになってますけれども、おそらくなんかそのふるさと意識みたいなのをちょっと出したいのかな <laughs> だと思いますけどね。でも、もう、ますます、誰なんだよ、室井蘭っていう。<laughs> えー、ペンネーム山本綾 先日銀行で住宅ローンの手続きをしていたのですが、大人だね。1時間ほど変動金利や固定金利のメリット、デメリットについて説明を聞き、その後将来設計の話に移ってから、銀行のしっかりした年配の女性が、えこれですと、平成59年にはと言い出したとき、急に SF の話をしているような、絶対に来ない未来の話をされているような、ふざけているような不思議な気持ちになりました。 2042年はやってくるような気がするのですが、平成59年という響きが、もう、現実との乖離感が激しいなって。はい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 。ちょっとね、あの、僕はもう住宅ローンというもの自体が昔一番最初に家買おうかなと思った時に、やっぱ相談に行くじゃないですか。そうすると35年ローンって話をされるわけですよ。35年先の話をしてるやつなんか信用できるかっていう感じなんですよ。 だってその時なんて俺30代中盤ぐらいだからまだ35年しか生きてないのに35年ローンバカにするのもいい加減にしろっていう感じすごいしましたからね。だからでも俺はもう平成25年ですって言われた段階でもうビリビリ来ちゃってなんか何々新幹線ができる予定が平成17年ですとか言われたりした頃に平成元年ぐらいに言われた時にうわちそんなの来ねえ感じすげえするわと思って それすらも超えてるから今の年月がそうなってたりとかあと家の近くの土地にこうやってさなんか塀がこうできてさよくダジャレで言うさ隣の空き地のなんかあの重機のナンバーが塗りつぶされてるからなんかいかがしいもんでも埋めてるんじゃねえのかあんまり覗かない方がいいよ <laughs> みたいな。あの感じの状態になってるじゃないですか、それが。その、今結構壮大な冗談にしていこうと思ったんだけど、あ、最近そういう事件あったから、不謹慎だわってちょっとなっちゃって。<laughs> ちょっとなっちゃった。<laughs> ね、それで、その、えー、横に出てる計画表みたいのにさ、やっぱり、平成、えー、平成28年とかなったりとかするじゃないか。超速性と思うけど、割とすぐだなっていう。 神様ではあんまそれの感じがないみたいで、あの、そこにマンション14階建てができますよって書いてある。14階建てなのに結構すぐできんだね、みたいな話になるんだけど、俺はもうなんかその、平成28年ってなっちゃうんだよね。2047年もそう、なんかやっぱりそれは世代のもんで、2000って頭につく SF がすごい多くて、で、その2001年っていう SF 映画の対策の後に、これでもか、2001年ももうすぐ来ちゃうからっていうんで、2 0 0 10年みたいな続編が出たりしてて、だもう、2013年という響きですらもうちょっと気持ち悪い。なんか未来にいるみたいな、嘘の世界なんにいるみたいな感じですね。えー、続きましてです。えっと。ペンネーム下町の荒川君。台所で蛇口を閉めた後に、これね、俺最近こう、 これ自体を選んだのは先々週ぐらいで、コーナーなかったから読めてないんですけど、やってみるんですけど、台所で蛇口を閉めた後に、ポタポタ落ちて、ピチョン、ピチョンと音を立てる水滴を見ていると。ね。下に、まあ、ボール、でもいいや。ね。なんか、置いて、ピチョン、ピチョン、なるえ俺が好きなのはステンレスのボールみたいなのがいいんですけど、ね、いい感じなんですけど、でかめの。えー、あれ水滴と音のタイミングがずれてる。 と感じ始めます。私は蛇口から落ちてくる水滴に注目しているのですが、音が出るのは水滴が落ちた瞬間なので、私がし水滴が落ちたと思う瞬間と、えー、音が出るタイミングがずれていくんです。これ,これね、言ってるとあんまわかんない。家でやってみるとすごいわかんない。あの、落ちたって、あの、要するに蛇口から離れた瞬間を落ちたって認識して、ほぼ、その、 えっと、直後ぐらいにピチョンっていうのを、最初は気にならないんだけど、なんかだんだんリズムに慣れてくると、少し先行しちゃう、期待感みたいなのがどんどん先行してきて、なんか頭の中で映像と音がでたらめになっていくんだよね。うーんファンタのぼーつってすげえファンタ飲んじゃう俺最近すげえそれでもう結局もう耐えられなくなってファンタ飲んじゃうことが多いから。 ファンタ買っても買ってもなくなるんですけどってカミさんに言われることがすごい多いですね。う <laughs>、えーん。蛇口を閉めた直後は水滴が短い間隔で次々に落ちてくるので、蛇口に注目していても全く違和感がありません。俺はそうでもない。俺は同じリズムでも、なんか脳の処理速度が上がっちゃうせいでなるんだけど、確かに、さらにその、えっ、ー、と、不定期だったら余計そうなるかもしれないですね。鳥、結構、 ステンレスのボールと台所あんま明かりつけずに、そのステンレスのボールに反射してる光とかちょっと見たりとか、あとちょっとその、そこに反射した薄い光がステンレスの流し台のところにまた映ったりとかしてるあの感じずーっといると、結構どっか行っちゃうよ。ほいで一応神さんがびっくりしたーつって、またファンタ飲んでんのそうそうつってファンタ飲んでるけどね、結果ね。えー、ということで。 脳みそがうっかりしたり、えー、ビリビリしたら送ってくださいお待ちしておりますィィ少し面えいペンネームラキム こんにちは、レディー・ガガと6文字違い、佐藤賀次郎です。<laughs> ラジオネーム、プロイド。断密に言ってほしい単語。チンたらしてる。<laughs> ラジオネーム、タテヤ。北斗夫妻が無理だった時のじゃが夫妻 <laughs>、うん。ペンネーム。 子玉川奥様ハイツネットで借りて自宅に届き性的思考がバレる。<laughs> ペンネームジェニュー。腐ってもタイ。声だめに刺さっててもエクスカリバー。<laughs> 急に思い出した。今週気づいたことっていつも頭始まるじゃん。俺今日実は今週気づいたものって言おうと思ってたことを10秒前ぐらいに忘れて全然違うことってたんだけど、小森淳だわ。小森淳がサンジャポでペニーオークションのその謝罪を涙ながらにしたじゃん。あの時みんないろんな感想あると思うけど、し楽せえなって、し楽らせえことしてんじゃねえよって一番思ったのは、 星の秋だと思ううなっていう <laughs>、ね、もううやむやにできないじゃんああいうふうにしたらあな,なんかっていう人が俺は何人かいるだろうな <laughs> と思って見ちゃいましたそれでは皆さんおやすみなさい